はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は画面右下の方にあるようにフットペダルを僕は持っていますが、最近はこれをうまく使って編集を早くやっています。まず一番右の方の端には普通でいうエンターキーで再生停止ができるようにしています。ちょっとやってみましょう。バスを追加して、そしてチャンネルの名前を変更するというときに、それらをマクロがこうやってフットペダルでやっています。そしていわゆるジャンプカットというか、いらないところをカットしていったりするのにはこのような感じでやっています。真ん中のところにこれはコントロール、オルト、シフトを割り当てていますが、それでこのようにできます。踏みますとアイコンがこんな風に変わりまして、こうやって削っていきます。はい、とっても便利なんですけれども、まあこれの悪いところは、この足の範囲の広さがいるということです。もう1台、2台購入したいところなんですが、費用は3、4000円とそんなに高くないですので、購入すること、もしくは2つのデバイスを登録したりすることもできますので、これはこれでそんなに大きな問題はないわけですけれども、でも場所、というのがかなり問題になります。そして一番左端このところは画面のスクリーンショットにしています。これをポンと踏むとこれで範囲を選択します。このようにして必要な画像とかをキャプチャーします。そしてこれを押します。そうするとこんな感じにスクリーンショットが撮れるわけです。もう一回やってみます。右の上の方の画面をスクリーンショット撮ります。このように利用しましたら、右クリックしますと、ペイントツールを立ち上げることもできます。こうやってペイントツールで、ここにこうやって矢印をつけたりとか、文字を打ったりとか、こんなことで編集をしているわけです。もしくはこれをダブルクリックするだけで、このように Windows のフォトが立ち上がります。フォトのいいところはマウスをスクロールするだけでこういうふうに拡大ができますし、まあ移動なんかも案外楽です。このようにしながら編集をいつもやっています。何でもちょっとしたツールがあれば時短ということを目的にした場合、コンピューターはとっても便利になっていきます。ということで、僕はストリームデッキも使ってますので、そこらと併用して、これストリームデッキですね、編集がとっても早くできるようにやっています。終わり。